女の子の姿に変身できるようになったフィーロ。彼女の魔法の服を作るために荷馬車で行商の旅を続けるナオフミ。知り合ったさまざまな人の助けを借りて魔法石を求めダンジョンの奥へ向かう。幻影と戦うナオフミを襲ったのは、次回新しい仲間。ナオフミ様はもしかしてロリコ？違いますよね。ご主人様はフィーロのお父さん？